い、どうも、ジャガイティです。今回は、52カット宗教部門のフェイクボックスとクリボーさんに来てもらいました。よろしくお願いします。宗教部門言うな。よろしくお願いします。今回ね、ゲーム実況の、まあ、二大禁忌、宗教、政治関係の、そのうちのね、宗教についてね、触れながら、エイペックスやっていきます。てか、今年初のゲーム実況がこれっていうのは結構やばいけどな。いや、正月から飛ばしてるな。正月からちょっと飛ばしていきます、今回は。いろいろ話していきたいんですけど、まず最初に燃えるけど、燃えろ炎上しろ。最初に話していきたいのは、二人は宗教に入った経緯とかまず教えてほしいんだけど、クリボーとかどういう経緯でまずなんか バーだっけ、あ、これ多分 PP 音入りそうだけど、どういう経緯で入ったの、まずクリボーは。入ったのっていうか、まあ親がそうやった中学。親はどういう経緯で入ったとか知ってるの？あ、多分ね、エオバってさ、二人組のおばちゃんがさ、うん、薄い本持ってピンポン押して回りよんだよ。なんか俺も家来たことあるわ、一人暮らしの時、大学生の時。 あるある大阪に一人暮らしに来た、おばちゃんが、うん、それに多分まんまと引っかかりよったうちの場合は本当に救われるみたいな。まあまあ実際救われるっちゃ救われるからな、気持ちとか。確かにそれってまだクリボーがまだ子供の時ってこと？そうやな、物心ついた頃にはそうやったから。あー、え、クリボーもその経緯で入ってはいたの？入ったっていうか、その一緒に勉強させられてた。あー、あ、そう、結局親が入ってると私の勉強を一緒にしましょうみたいな。そうそうそう。あー、そういう経緯なんだ。お勉強の時間みたいのがあんのよ、その本ちゃんのクリスチャンが家に来てみたいな。え、来るんだ家に？そう。え、家庭教師みたいなノリか。まあ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 、まあ、それそんなノリかな。あ、近しい感じだな。で、まあ、今日はこの聖書のこの部分をこう紐解いていきます、うん、すげえ大変だな、学校の勉強しながらその勉強しなきゃいけないの。そう、それに付き合わされてたな。うわー、だけちゃんと勉強してたんでしょ？まあほぼ覚えてないけどな。あ、まあ覚えてないけど、だけど偉いな。くそめんどくさい思ってたから。いや、まあそれはそうだろうけど。なるほどな。え、フェイクボックスはどういう経緯だったの、ちなみに？いや、俺はね、近い。あ、まあ、待ちぎる？待って、それで戦おう。待って、はいはい、ワットソンいるわ、ワットソン。行く。倒した。もう一人。オッケー、ナイスナイス。ラスワン。ラスワン、ここミリ。オッケー、行く。大丈夫。グレで死んでもうた。オッケー。ナイス。え、クリボーはどういう経緯で入ったの？クリボー俺じゃなくて。クリボーじゃ。ごめんなさい。いや、正月発動だから緊張しちゃってるわ、動画。いや、俺はね、まあ、厳密に言うと俺は厄介んじゃなくて、うん、俺の周りで言うと、うん、おばあちゃんとおばあちゃんのね、妹が本丸なのね。うちの家の中だと。本丸って言い方やばいでしょ。おばあちゃんと、あと母親の妹も厄介んかな。あー、結構ガチの？まあまあそうだね。だからまあガチガチなのは、うん、おばあちゃんの妹で、結局おばあちゃんなんか老後の面倒見たのうちだから、まあ結果的に、まあ、学会員ではないけど学会員との付き合いは あったよねみたいな。あ、まあまあまあそんな深い付き合いじゃないんだ。でおばあちゃんも結構、まあ、学会員だったんだけど結構適当だったから、あ、エンジョイ勢みたいな感じなんだ。そしたらそうそう、まあ、かなりで、ね、エンジョイ勢だと思うよ、うちの。あ、そうなんだ。おばあちゃんは、あ、じゃあマジか。噂のエンジョイ勢やな。噂のエンジョイ勢だから。あ、俺の高校の友達もエンジョイ勢の創価の人いたわ。でもね、なんか結構いるよね。あ、いる。他会はね、かなり多いと思う。あ、まあそう、エンジョイ勢が多いね。俺転勤先とかでも全然いたから。あ、まあそう。俺の高校の友達とかエンジョイ勢でなんか普通に創価マットとか聞きながらなんか遊んでるもん。お前学会やから赤やろ。お前聞くなよそれ、創価マットはとか思いながら。普通に創価マット聞きながら踊ってるから、まあそういうノリなんだろうな。だいぶエンジョイしとんだ。だいぶエンジョイしてる。まあさすがにね、そうか、もっとはおばあちゃんのだからオーバー聞いたらそっと押しそうだけど。ちなみにクリボーとかは、うん、今もそのなんか宗教みたいなには入ってるの？ちょっとややこしいねんけど、まあ、うん、そもそもハマってたのがオカンだけなの。ああ、まあそうだね、その AAA、うん、にはね、うん、親父に隠れてこっそりやっとってみたいな、うん、ああそこあれだったんだ、ね、別に夫婦で了解得てなかったんだ。そう隠れてやってて、それバレるたんびにさ、うん、もう血まみれなりよね。血まみれ、え、ブチギレみたいな親父が。そうもうなんでそんなのしとんねんこらーみたいな。いくら殴られてもやめへんの。そのへこされない精神なんなんだマジで。いや、そんななんなんやと思ってたけど。で、まあなんか離婚しよったんですよ。なんか重たい話になってきたぞ。正月早々。そもそもおめえんだよ。いや、俺がマジで誘ったの俺だけど。なんか知らんけど離婚のタイミングでやめよった。やめたんや。あ、やめ、いや一応やめたんだけど。
じゃあクリボーは今は入ってないみたいな。そうやね、補足しとくと今なんかまた別の霊能者やったかな。霊能者、うん、霊能者、はい、みたいなのにハマってらっしゃいます。あ、クリボーかってこと。それはじゃあお母さんがってこと。お母さんがってこと。もともとなんかそういうのに弱い感じなんだ。あー、なるほどな。よりどころ必要タイプなのな。なるほどね。人間は何かにね、すがってないと生きていけないんだ。まあ俺たちは、まあ52カットのものに少なからずすがってるしな。まあ、そういうことだな。まあそうやな、うん、その点で言うと血は引いてるよ、ね、まあ血は抗えないってことでね。え、フェイクボックスはちなみに今は何も無所属みたいな。今はね、だから別に俺学会の名簿に載ったことはないと思うし、祖母ももう亡くなったから、うん、あ、まあ祖母の妹以外は特に関係はないかな。あ、今のところはね。そうなんだ、無所属なんだ、うん、まあ、これを機になんかワンチャン誘われるかもしれないけどな。スカウトマンがあとはガチでそうかやってみませんかってちゃんとチャンネル貼っとくんでね、概要欄に貼っとくんで、よかったらそちらの方もねチャンネル登録お願いします。え、宗教に入ってて、ほんじゃ救われたこととかってある？親が救われてたこととかなんか見たことある？だから人生幸せそうだなみたいな。そうやな、幸せそうには見えへんかったけどまあ、殴られたことを聞いた後にそれ聞くのもなかなか酷だけどな。俺も今この話の流れでそれ聞くのちょっと微妙かもなとは思いつつ聞いちゃったけど、あんまないみたいな感じ。個人的には50人クラフト入れたぐらいじゃん。あー、まあ、まあ、確かにそう、うん、それをエサに入ってきたからさエサってお前すげえひどい言い方だけど、まあ、まあまあそうだな、まあ、嫌な幼少期ではあったよな。本当になんかなんかで笑いに変えれたっていうのはまあ良かったよね。ずっとなんか人生のなんか悲しい部分で終わるよりかは良かったって言うと、まあ、ほんまそれぐらいやわ多分。まあ、フェイクボックスはなんかあった？だからうちは要はライト学会員層の家系だったから、うん、まあ、むしろなんか甘い汁を吸った側だから、普通におばあちゃんとかさ、うん、うち単身赴任とかで、あ、なんか転勤とかでおばあちゃんと結構遠くに住んでたりしたから、うん、じいちゃん死んだ後ばあちゃん病気持ち自分を持ちながら一人やったんだけど、あー大変だ、まあ、一応、まあ、週に1回とか2回ぐらい、うん、地元とか近所の学会員のおばあちゃんとかが、うん、2,3 人来てなんかあのお茶をしてくみたいな。すげえあったかいじゃん一人身で悲しいみたいなことが起きなかったんだそうだからなんかあった時に近くに行けないけど、まあ、とりあえずそれがあるからなんかそれは本当いいことじゃない。本当そうそう、だから今時だって孤独死とかある中でそういうのがあるっていうのはだから、まあ、なんか我が家なりにもちゃんとなんかコミュニティとしてあれになってたから、うん、すごい助かった部分ではあるよね。ええとこ取りやん。ライトライトが多分一番いいんじゃない多分あんま深くハマりすぎるとちょっと微妙だからな、うん。あ、別になんか神社とかね、なんかクリスマスとか普通にやってたからおばあちゃんがね。あ、やって、ほんとダメだもんね、確か。厳密に言うと多分ダメな気がするんだけど、まあそんな特に気にしたことはないから、オーバーの方はちょっとわかんないよねって感じ。ああ、まあまあそれは。感じがあるけど、まあ別にそんなにね、だから内側にかやってることに関して難色示したりはしなかったから。あ、待って、できるわ。うん、目の前が2人いると思う。ね、2人いる。1人がもう1人で、あ、回れる。1回戻るわ。来た。割れた、はい、ラスト、やばい当たんね。ナイス、サンキュー。まあ、宗教に入ってて困ったエピソードみたいなやつある。まあまあさっきからいろいろ話してるけど他にもありすぎるんよなまあこの話の流れ的にはクリバーは多分めちゃくちゃあっただろうなよう言うてんのが、うん、まあそのレッドアイズホワイトドラゴンあー、はい、遊戯王だね、うん、はい。正しくは、うん、ブルーアイズ、まあ、ホワイトドラゴンって合ってますね、うん、なんかわしそれを間違えて記憶しててその知ってるふりしてたんよ。やっぱ恥ずかしい。あ、まあそう、あ、まあ、その周期確かドラゴンとかダメなんだよね。そうそうそう、ダメで、うん、知ってるふりしてて、うん、こうああ家にあるで遊戯王やろ、あるあーまあな、子供からしたらな辛いよな、うん、死者は蘇生やろ知ってるし、あー、まあ、なんとなくで、ね、いや、つらっ、いや、マジつらいな、それは。クリボー的には、なんか、遊戯王とかの話の時にも、会話合わせなきゃいけないみたいな、なった時がやっぱつらかったわけだな。まあ、その、合わせるは日常3時やってんけど、嘘がバレた時よな、その、こいつ、適当言うとるわ。子供だから、宗教のこととかわかんないけど、なんか、知ったふりしてるわ、みたいなのが。いや、ブルーアイズはホワイトやけどな。刺さるな、いいよな刺さるわ、普通につれえ胸を張ってな、知らんことは知らんと言った方がええな。まあそうやね、興味ないねみたいな言った方がマシだ、ね、やってねえからぐらいの方が後でね、なんかバレるよりかはマシかもしれん。そう
フェイクボックスとかはなんかある？俺はそうだね、まあだ葬式法事関係はちょっとめんどくさいし気を使うことがあるから、おばあちゃん葬式とかはなんかなんだろう、公明党っぽい、公明党のおじさんとかちょっと来たり、うん、まあするからちょっと多少その相手をしなきゃいけないとか、うん、まああと普通にあれだよね、まあなんかおばあちゃん家にいるとまあなんか婦人会の方々が来てなんか2時間ぐらいダラ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 喋っていなくなるみたいな。あだからまあ多少なんかそうだな、別に学会じゃないけど、まあそういう人たちによくしなきゃいけないよねっていうのはまあ家族全体としてそういうのはまあ一応強いられはするかな。聞く順番間違えたよね。絶対最初クリボのめっちゃ重てえやつ来た後にちょフェイクボックスでちょっと優しいジャブみたいなやつ来たから、そう俺は別にそんなにね、まあ本当エンジョイが一番本当にいいんだなっていうのがもう今分かったよな。そう2人ともまあその今はなんかクリボはまあ今はなんか違うけど、そういうまあ宗教みたいな、まあ、最後になるんだけど、まあなんか親がまあ今霊能者だっけ入ってて、まあ幸せそう最後、まあ、まあ、幸せなんじゃないですか。まあ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 よくわからんけど、まあ多分幸せみたいな、まあ、なんかアホみたいな顔して信じとるたらいいよやばい。というわけでね、まあ、今回はフェイクボックスさんクリボンさんと一緒に時代喜劇について触れてきました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。燃えろ燃えろ